通風街道まっしぐらのホテルがあるらしい。ってことで泊まってみたらやばかった。どうも、旅に生きるアラサー夫婦の久保旅です。今回の舞台は日本人なら誰もが知ってる箱根温泉。ひたすら胃袋が忙しい1泊2日の旅をしてきました。絶景の露天風呂でのんびりしたり、客室のレベルを超えた露天風呂に感動したり、湯上がりには無限セブンティーンアイスもできるのよ。でさ、大人の楽園をすっかり満喫してたんだけど、事件は夜に起こったのよ。そう、夏限定のビュッフェでやばい事件がね。だって思わず二度見する高級食材たちが並んでるんだもん。伊勢エビパーティーが繰り広げられてるし、アワビも食べ放題になってるし、イクラまで吸い放題ってやばくない？こりゃ決めるしか道はないでしょ。大人の麦ジュース、これで痛風になっても悔いはないわって思ってたらさ、まさかの朝ビュッフェまであんなことになってるとは。さてさて、左だと湯河原熱海、右だと箱根三島ですね。ですね。わあ、めっちゃ天気いいね今日。なんかまさに夏休み初日って感じ。しかも見て、遠くに海も見えるよ。最高ですね。最高ですね。次の山崎インターを降りるみたいですね。はい、カーズナイスナビゲーションですね。ありがとうございます。はい、ナビには自信がありますので。ありがとうございます。任せてください。待って、今さ、めっちゃ天気いいじゃん。真正面見て、すごいさ、雲かかってない？まあ、箱根のね、あそこら辺はなんか晴れることが少ないところもあったり、マジで山特有の気候があるからね。へー、あ、見て、あれ箱根湯本駅じゃない？本当だね。止まってるのロマンスカーかな？じゃない？おー、ロマンスカー、いいですね。いいですね。そして箱根の湯本の駅前、箱根名物のバス行列、あれでもあんまない。なんか今日人少ない気がする。まだチェックイン時間じゃないとか。ああ、そういうこと。さあ、箱根の山に突っ込んでいきますよ。ねー、すごい坂。よく箱根駅伝のランナーの方々はこの道を走れますね。確かに。元陸上部長距離の選手的にはどうですか、ここの道を駅伝するのは。まあ、辛いんじゃないですかね。辛いんじゃないですかね。専門家の視点をもってしてのご意見を伺えればと思ったのですが、上り坂はもちろん辛いんですけど、下り坂もすごい辛いですよね。下り坂って辛いの？だって楽じゃん、勝手に降りてくから。スピードをなるべく殺さずに走るっていうのがなかなか難しくて、箱根駅伝の人たちの速さとかだともう足の皮がむけちゃったり。怖っ、想像より過酷だわ、箱根駅伝。そうなんですね。そういえばさ、俺小学校とかの時の夢、箱根駅伝に出ることだったんだよね。へえ、そうだったんだ。そう、卒業アルバムの裏表紙なんかに書いた気がする。おお、なんとなんと。どうですか、手段は違えど今箱根の山を走ってますよ。夢叶ったんじゃないですか。そうですね。感動です。感動です。まさか車で走れるとはあの頃思ってませんでした。さあ、ここでなんと区間賞が久保旅のゆうきさんに決まりました。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、区間賞を取った率直な気持ちをぜひお聞かせください。いやー、まさかこの話をこんなに引っ張られるとは思ってませんでしたね。とても素晴らしい走りで、視聴者の方からもナイスランという話が出ておりますが、その辺に関してはいかがでしょう。メンタルが折れそうになったこととかあったんじゃないでしょうか。そうですね、視聴者の方にはもうこの話の流れ飽きてるんじゃないかっていう心配がありますね。飛ばされる心配がちょっとありますね。それは大変ですね。ではここまでにしておきましょう。ゆうきさん、おめでとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。新井さんが心配してた天気も大丈夫そうじゃない？確かに、めっちゃ快晴よね。青々とした青です。すごい、さすがまなみさん、元ライターだけあって、語彙力がすごい、ね。じゃあ2冊目は青々とした青で小説でも出そうかな。ええなあ。じゃあ俺は「しらじらしい白」っていうタイトルで小説出す。負けた。タイトル負けした。絶対勝てないわ。しらじらしい白には絶対勝てないわ。どうやらこの辺のようですね。おお、左は小涌園。あ、決まったね。ホテル小涌園からの右はユネッサン。ユネッサン。そして本日のお宿はユネッサンの目の前にあります天佑。た。着いた。今日は天竜に泊まります。到着。ありがとうございました。運転。ありがとうございます。さあ、緊張の駐車のお時間がやってまいりましたね。また俺は全世界に駐車を公開してる。皆さん見たいという声も多いですから、やっぱりね、駐車系 YouTuber ゆうきさんの駐車を見に YouTube 見に来てると言っても過言ではございません。お、そうなんだ。素晴らしい駐車でしたね。ありがとうございます。なんかこんな青々とした青空の下で駐車できて気持ちよかったのに、褒め方が白々しい白々しいシェフでした。1本座布団1枚です。到着しましたね。すごい。あ、なんか見つけました。おお、そういうのを見つけんのなきゃ早いね。写真スポットだ。すごい。ね、めっちゃいい感じ。めっちゃ鏡みたいになってる。ね、反射してあれなんだ、なんか湯に塩湖みたいになるんだ。いいね、いいね。いいね、これは晴れててよかったわ。いい感じ、おしゃれ。ね、なんかいい匂いする。ね、いい匂いするね。とりあえずチェックインしましょう。ね、しましょう。ああ、いいね、いいね。チェックイン終わりましたよ。ゆきさん、荷物置いてどこ行くんですか？これをもらったんです。これを。何それ？これがね、なんと滞在中、セブンティーンのアイスが好きなだけ食べれる。マジで？やば。これがスタッフさんに声かけると、このコインを好きなだけもらえて。セブンティーン食べ放題なの？湯上がりアイスバーって書いてるでしょ。初めて知ったんだけど。そう、だからこれ食べ終わってもスタッフさんにちょうだいっていうの専用コイン。無限セブンティーができるという。そう。やば。すごいよね。やば。めっちゃテンション上がるわ。ね、カラフルチョコ。あ、私それ食べようと思ってたのに取られた。別に一緒でもいいでしょ。さあ、私はどうしようかな。じゃあ私はゆうきさんに私のお箱が取られたので、これにします。マカダミア。ゆうきさんに取られたので。はい。少しはもう食べ放題なので。確かに。じゃあ食べましょう。あと飲み物を取っていきましょう。これもサービス？うん。おー、いいですね。じゃあ早速食べますか。食べます。溶けないうちに。セブンティーンアイスが食べ放題ってすごいよね。ね、初めて聞いた。しかもさ、自販機でさ、自分で押せるのがまたいいよね。ね、子供大喜びですよ。ね、大人も大喜びですよ。いやー、来た甲斐があったね。これだけで来た甲斐がありました。じゃあ乾杯。おいしい。濃厚。セブンティーンアイスはやっぱりうまい。何食べても外れないよね。ね、このカラフルのホワイトチョコの味が一番好き。私も。食べりゃいいや。いや、でもさ、このテラスでさ、この大自然見ながらアイスもなかなか粋ですね。ね、すごい涼しく感じる。今日東京とか35度とか6度とかだけど、箱根28度が最高気温だったし。そんな違うの？うん。へえ。山だしね。うん、確かに。なんかさ、めっちゃセミ鳴いててさ、下からは川の音が聞こえてさ、うん、夏休みって感じの景色。めっちゃいい。五感で感じる夏休みですね。何それ？事件が起きました。事件が起こってしまいました。じゃあ部屋戻るか。事件は解決しない。事件は解決するものだから。さすが名探偵。久保旅あるあるのなかなか部屋にたどり着かないってやつだね。幸せそうだね。まなみさんのその幸せな顔にね、ピント合わせずに、俺は後ろの綺麗な自然にピント合わせたから、みんなにあんま伝わってないよ。自然の方が綺麗だなぁと思って。自然の方が綺麗だなって言った。ま、飲んじゃって飲んじゃって。自然の方が綺麗だなって言った。対決してからじゃ先にやす。めんどくさい人に絡まれてる。飲んでください。じゃあ、いくよ。うん。乾杯。乾杯。夏最高。いいね。非常に気分がよろしいです。じゃあ飲んだら部屋行きますか。行きましょう。部屋はこっちの雰囲気のある方でございます。箱根湯本、小涌谷、ここですね。すごいなんかもう檻に囲まれてる。檻？オープン。わあすごっ。すごい。見渡す限りの扉です。ね。今日は実はまなみさんのなのかな、久保旅の書籍お疲れってことでいい部屋を取りました。マジで？だってもうなんかすごい檻に囲まれてる時点から違ったの。そう、特別客室開けるよ。うん、オープン。オープン。わあすごー。すごー。まずここのダイニング、本日何人で泊まるんですか？もしかしてゲストいる？え、こう5人とかで泊まれる部屋らしいからね。すごっ。畳なのもいいですね。ねえ。普通に過ごせる。あとチェックインの時にご説明をいただいたのですが、こちらのもしかして魔法の扉ではないですか？冷蔵庫。キラケごま。ごま。ビールあんじゃん。そう、ビールと緑茶とヨーグルトっぽい飲料。なんか睡眠の必飲料。がこちらはご自由にお飲みくださいって言ってた。いいの？ビールも？ビール飲みましょう、飲みましょう。ゆきさん、ビール飲む？うん、飲む。あ、じゃあ一人一本だな。そうだね。すぐ奪おうとしないでくれ。で、あとはこっちのお部屋オープン。廊下だったわ。で、こっちのお部屋オープン。ここがベッドルーム。すごっ。これはテンション上げ上げですね。ね、しかもなんかすごい静か、なんか防音性が高い。確かに気密性みたいな。うん、すごい。ゆきさん今日ベッド使う？使う。なんかやたらと奪おうとしないで。じゃあ一個一個ですね。うん。しょうがないですね。うん。まなみさん奥の方の扉開けてみて。お、奥にも扉あるじゃん。そうよ。で、何個目？ね。扉何個目？オープン。あ、洗面所だ。しかも広。広。一個一個。喧嘩しない。鏡2つあって水道2つあって。ゆきさん水道使う？うん。うん。こっちもいけるっぽい。うん。お風呂だ。うん。お本当だ、温泉の成分表がある。しかもさ、私ちょっとさ、視界の奥にやばいものを見つけてしまっているんだけど、やばいよこっち。露天風呂の岩風呂、すごいね。すごい。でもこれさ、二人で入ったとしてもめっちゃ余裕あるよね。贅沢ね。超本格的な岩風呂じゃんね。奥がさ、箱根の景色じゃん。最高だね。しかも最初の説明で言われたんですけど、奥に階段ない？階段、あ、これ？そう、奥に階段があって、下にお部屋専用テラスがある。この部屋専用です。そう、やばね。ちょっとさ、待ってて。はい、ちょっとすぐ帰ってくるから。はい。さてお庭に行こうじゃないか。張り切っていきましょう。もうビール飲むのか。ゆきさん、はい、ここで衝撃的な事実を一つ。何？私たちまだリュック背負ってる。ねえ。今下ろして。じゃあ、書籍出版おめでとうございます。おめでとうございます。お疲れ様。お疲れ様でした。乾杯。乾杯。丸くなるの星になれ。ああ、うめえ。うめえな。なんかさ、書籍をさ、ちゃんと仕掛けてずっと頑張ってきてさ、で、ありがたいことにさ、たくさんの人に買ってもらえてさ、で、発売日が6月10日だったじゃん。6月10日の前にさ、夕飯も買ってさ、で、面白かったって感想もたくさんいただいてさ、なんか、その積み上げを経てのビールはさ、マジでうまい。やばい。素敵な本ありがとうございます。こちらこそですよ、本当に。もう酔ってるぜ。こちらこそです、本当に。まあ、夕飯も飲み放題つけるつもりだから、ここは追加で買ってくるとか言わずに、買わなくてもスパークリングワインがあります。安心してください。夜まではお腹を減らして待ってましょう。一気にこんな飲んじゃった。もっとちびちび飲めばよかった。それならメシメシ。ご飯の時間きたね。メシメシ。さあ、ビュッフェ会場に着きましたよ。何これ。秋から冬にかけて朝霧が雲海のように綺麗に見えます。雲海をイメージしたダイニングだって。すごい。しかもこっちはめっちゃ風鈴が。すごい。素敵すぎる。めっちゃ雰囲気ある。期待ですね、これからのビュッフェに。ね。めっちゃ雰囲気良くない？ね。一席のためにさ、窓でっかいの2枚分使うの。ね。すごい。料理がより一層美味しく感じそうですね。ね、早速取り行きましょう。以上。じゃあ出版お疲れ様。第2弾乾杯。うめえな。同様。美味しいね。美味しい。ゆきさん、泡が残ってますよ。確かに。瞬殺でしたね。毎回さ、料理にたどり着く前に一杯終わるの。それも一つの才能ですね。ですね。いや、すごい量取ってきたね、まなみさんも。私さ、これを盛りながら、うわ、今回も取りすぎちゃったな、どうしよう、絶対勇気になんか言われるな、絶対怒られるな、どうしよう、どうしよう、どうしようって思いながら来たの。うん、私より全然取ってる人いた。あ、本当だ。茹で伊勢エビとか焼き伊勢エビとか伊勢エビのあんかけとかあってさ、全部取ったらさ、こうなった。いやだってビュッフェで伊勢エビあったらそりゃ取るよ。取るよね。もうなんか脳みそが働いてなかった。ね。本能のままに取ってたらモリモリになってた。ね。じゃあ今日も胃袋のトレーニング頑張りますか。よし、行きましょう。行きましょう。ゆうきさん、ついつい我々は飲み放題を選択してしまいましたけど、ね。飲み放題の人はこれが負けるの。洒落てんね。ね。食べますか。食べてください。いいですか。ありがとうございます。ローストビーフの刺しやばくない。ね。なんか目の前で切り分けてくれたじゃん。ね、めっちゃさ、大きいこんな肉の塊を、知ってるローストビーフじゃなかった。ね。じゃあ、いただきます。いいね。絶対うまいやつ。メッシーダンス食中バージョン。やばい。やばい。油に溺れる。赤身っていうより霜降りのローストビーフなんだね。めっちゃ美味しい。なんか飲める。柔らかい。柔らかいし、噛むたびに油がじわじわじわって出てきて、結果溺れる。しかもなんか焼き具合っていうか、その赤さ、大好きなやつだよね。ね、このレアめの。じゃあワイはこの伊勢エビタワー。おあ、タワー崩壊した。いいね、身が詰まってる。すごいプリプリだね。取りやす。やば、最高じゃん。じゃあいただきます。召し上がれ。焼き伊勢エビ。プリプリ。最高。伊勢エビ食べ放題ってさ、冷静に考えてちょっと意味わかんないよね。うまっ。あ、止まんなくなっちゃった。止まんなくなっちゃった。うん、取りやすい。うん、うまっ。ああ。私もビール止まんなくなっちゃいました。伊勢エビってさ、普段はさ、コース料理とかの主役じゃん。半身とか1匹とかを食べるものなのに、もうすでに俺伊勢エビ3匹4匹取ってきてるからね。私は問いたいよ、伊勢エビに。なぜ君はここにいるんだと。君がいる場所は違うよと。あ、いっちゃいますね。構いませんね。私はもう一人問いたい。アワビ、なぜ君もここにいる。アワビ、なぜ君もここにいるんだ。ここは食べ放題会場だぜ。いいのかそれで。お前はアワビという自覚があるのか。楽しそうだね。アワビ見つけた瞬間、思わず2個取ってきちゃったよね。しかもさ、このさ、アワビの何がいいって、紐がついてることなんです。いいね。紐がついてるアワビ。ビールに合わないわけないでしょ。ねえ、食べちゃってください。いいんですか。アワビと肝一緒に食べちゃおうかな。ええな。バチ当たるかな。やばいかな。バチ当たるとしたら他の原因だと思う。日頃の行動とか。やべ、心当たりが多すぎる。でしょ。アワビが待ってるよ。いただきます。私は神に怒られてもアワビとアワビの肝を同時に食べる禁断の行いをやってしまいますね。いただきます。美味しそう。やばい。貝大好きだもんね。もうアワビの柔らかいんだけどコリコリした弾力と肝の濃厚なほろ苦さが私を丁寧へと連れてってくれます。刺身もいいけどね、火通すと旨味が倍増するっていうしね。今夏休みシーズンだからさ、どれくらい混んでるんだろうね、箱根。いやー、芦ノ湖もっと混んでるんじゃないかなと思って家出たけど、行きでさ箱根湯本駅通ったじゃん。前に平日で来た時の方が混んでた。夏休み初日だからすっごいもう心の準備して、箱根交通規制してるんじゃないかレベルで心構えをしてったんだけど、意外と人いなくてびっくりした。そうだから明日箱根湯本駅の方行くのもありだし、箱根湯本駅の方行けば食べ歩きとかたくさんできるし、日帰り温泉みたいなのもあるし、お土産ショップもいろいろあるじゃん。うわいいね。待って、そう私はあそこに行きたいです。何ですか？大涌谷。あ、いいね、大涌谷。なぜなら、長生きしたいので。そうだね。黒卵を食べれば7年長生きとか言うから間違ってないんだけど、もう気持ちとしては、その場で10個ぐらい食べて、お土産で30個ぐらい買って帰って、全て食したい。そしたらいくつ寿命伸びる？ 10+30 は？40×280年。今30歳だから310歳までは生きるね。よかったね。魔女が誕生してしまったね。明日じゃあ魔女誕生させに大涌谷に行くか。今日は書籍出版お疲れ様会だけど、明日は魔女誕生祭でいいね。そうしましょう。まなみさん、もう俺結構食べ終わるのに、まなみさん大丈夫？なんかめっちゃ自分も食べてる気なんですけど、全部が主役すぎて、全然まだ主役が残ってるんです。あ、人生と一緒だね。みんな主役だから。脇役なんていないから、みんなそれぞれのドラマを生きてるから、私のドラマには BGM でサザンオールスターズが流れてる。ああいいね。私の座右の銘は、人生の BGM はサザンオールスターズ。ああいいね。お後がよろしいようで。素晴らしい。お寿司食べるね。めっちゃ赤身赤くない？ねえ、すごい綺麗な。お醤油つけていただきます。召し上がれ。俺さっきマグロ3貫食べてるから感想知ってるんだよね。食べてるから感想言って。いやまずバイキングにあるとは思えない質のマグロで、ここお寿司屋さんと勘違いするようなお寿司で、しかもシャリが小さめなのがすごい嬉しいポイントで、ネタがちょっと大きめで、感じのマグロはザ赤身って感じなんだけど、旨味がすごい強くて、でネタがすごいしっとりしてて、あー美味しいマグロ食べてるなーっていう感じのマグロでした。以上レポートでした。現場からお届けしました。春風美味しいですよね。春風好きだって仲間だ。私の仲間が大量にいるぞ。あ、乾杯だって。乾杯乾杯。自分と乾杯する。あ、みんな乾杯って言ってくれてるコメント欄で、嬉しいね。ね、同時に日本中で乾杯してね。ゆきさん、事件が起こりました。毎日事件起きてるね。朝から事件が起きました。やっぱ大人のブドウ炭酸飲料からいきましょうね。朝はやっぱりこれがないと始まらない。好きなだけ飲んでください。ありがとうございます。おはようございます。いえいえ、こちらこそおはようございます。ゆきさんに朝一でプレゼントがあります。何？こちらを飲んでください。はい。野菜ジュース。そう、ドリンクコーナーに飲むサラダって書いてあったから持ってきました。まなみさんが飲むべきじゃない？俺野菜結構食べてるんだけど。いや、夫の健康管理もね、ぜひね、妻ができたらと思ってますので。いや、まあ、それはいいことだね。はい。だって、まなみさんさっき事件ですって言って、自分はスパークリングワイン。朝もさ、やばかったね。朝からそのスパークリングワインでしょ。だし、海鮮もいっぱいあってさ、カニいっぱい取ってきちゃった。でもさ、昨日はさ、伊勢海老マウンテンだったけどさ、今日カニマウンテンができてるのよ。今日のラッキーカラー、カニだから。じゃあ今日も一日乾杯。今日も一日乾杯ってなんで？美味しゅうございます。よかったです。食べていい？うん。じゃあせーの、いただきます。さ、ライブキッチンあったじゃん。で、めっちゃいい匂いするなと思ってたどり着いた正体がフレンチトーストだったのね。で見たらめっちゃ分厚くて、フレンチトーストがびっくりしちゃった俺も。そう、めっちゃうまそうと思って買ってみた。そしたらシェフが絶対食べてみてみたいな感じでお勧めしてもらって、普段のフレンチトーストよりさ、焼くのも時間かかってたよね、分厚いから。そう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 、丁寧に丁寧に焼かれたフレンチトースト、バターもじっくり染み込ませてて、じゃああったかいうちに食べちゃいね。そう、焼きたてをね持ってきたからね、これはすぐ食べたい。召し上がれ。いただきます。うわ、すごっ、めっちゃスッて入ってく、箸で切れるパンだよ。まあフレンチトースト大体いけるかもしれないけど。確かに。じゃあいただきます。召し上がれ。やばい、飲める。まあトロトロだもんね。昨日は飲めるローストビュッフェだったけど、今日は飲めるフレンチトーストだ。あ、いいね。もうあれかも、ここのビュッフェ実は飲み物ビュッフェなのかもしれない。しょっちゅう言ってんだそれ。じゃあ俺もカニ食べよう。どうぞどうぞ。わ、うまそう。お得意のカニ剥き大会ですか。せやで。マジでカニの食べる速さ選手権みたいなのあったらいいね。美味しそう。じゃあいただきます。うん。どう？美味しい？美味しい？美味しいですか？しっかりしてる。ああ、いいね。うん。めっちゃうま。あのさ、カニが蒸されてたじゃん。蒸気もくもくだったじゃん。あの周辺カニ臭がすごくて。幸せだね。朝からこんなカニがあるなんてね。朝からカニ食べ放題はやばいね。ね、もうさ、食べるものが多すぎてさ、本当それ迷った挙句さ、大好きなカニを取ってきたよね。カニメインだね、ゆうきさんは。バイキングってそれがいいよね。自分の好きな食べたいものだけを食べたい分だけね持ってくるのがね最高ですね。次行きます。はい、私に次行かせてください。そんな順番性とかじゃないから。どうぞ。あのさ、もう一つさ、ライブキッチンがあったじゃん。そこでオムレツ実践して焼いてくれてたじゃん。持ってきました。ね、俺もなんか気づいたらあった。ゆうきさんのも私が持ってきました。だろうね。やっぱね、夫の健康を気遣うのが妻の役目なので。オムレツ大事なんだ。その黒いつぶつぶ何？これね、トリュフオイルなの。オイル？そう。なんかプレーンとトリュフオイルとパルメザンとトリュフオイルとパルメザンのミックスの4種類。から選べて、私がトリュフオイルとパルメザン、ゆうきさんのがトリュフオイルでお持ちいたしました。少ないんだなんか。ありがとう。いただきます。召し上がれ。あ、美味しそう。中がトロトロだ。こういうオムレツ大好き。いただきます。召し上がれ。うん。美味しい。高い味がする。トリュフオイルにいい風味がね。うん。やっぱこれにはこれでしょ。ああ、朝から贅沢だね。なんかこのオムレツの卵、神奈川県産の相模っ子有精卵を使ってるらしくて、ブランド卵ってテンション上がるよね。上がる。ブランド卵だし、ご当地卵だし、なんか生卵とかゆで卵とかいろんなのに相模っ子とかですって。いいね。ゆうきさんもあるじゃん、卵かけご飯ですか。それが究極の卵かけご飯作ってきた。このふわふわの花ガツオ、薄く削った花ガツオ、めっちゃふわふわだね。ね、今ちょっと時間経っちゃったっていうか、ちょっとふわっと感が減っちゃったんだけど、持った時はもうふわふわだった。見てた、山が出来上がってた。じゃあ俺も TKG 食べようかな。あ、楽しみ。緊張の一瞬です。お、めっちゃうまそうね。見てこれ、やばいね。いや、これに醤油を垂らしまして、これは究極の TKG でございますね。まさしく。うわ、うまそうね。美味しそう。じゃあいただきます。召し上がれ。お、うん、うまいか、うまいか、うまいのか。めっちゃうま。卵も美味しいし、鰹節の風味いいね。最高だね。うん、究極だわ。どう？相模っ子は。美味しい。なんか最近さ、TKG 専門店とかさ、そのこだわりの TKG を売ってる店多いじゃん。確かに。で、こういうさ、花がつおを乗せて、地元のブランド卵乗せてってやると結構なお値段するじゃん。うん、確かに。すごい贅沢。いいね。見て、私は究極の海鮮丼。いいね。カニが乗ってるのか乗ってないのか。やっぱさ、あの福島のさ、おうち塾ではさ、ネギそばが有名でさ、ネギが一本乗ってネギが箸になってそば食べるじゃん。これはカニが箸だった。カニで食うんかと思って。じゃ食べようかな。召し上がれ。お、食うかよ。まあ確かにカニで食べるとちょっと行儀悪いかなとか思ってたら。よく考えろ。カニで食べれるわけないだろ。海鮮丼が。じゃあいただきます。召し上がれ。マスコのイクラがあって、めっちゃかけてきた。ああ、美味しそう。いただきます。召し上がれ。うん。美味しい？うん。美味しい。なんかしょっぱすぎないのに、味がめっちゃ濃くて。いいね。そう、めっちゃ美味しいわ。朝からそれが食べる贅沢よ。なんかさ、本とかにも書いたけどさ、朝食にあったらテンションあるだけ、ビュッフェにあったらテンション上がるだっけ、そんな質問があってさ、俺はブランドの生卵って書いてさ、あなたは海鮮と明太子、明太子とあとなんて書いたっけ。それがありすぎてさ、テンション上がるものが。明太子もチーズも海鮮もあったしさ、でブランド生卵があるし、理想の朝食ビュッフェですね。最高だね。ね、これが毎日食べられたら太るね。じゃあいただきます。どう？美味しい？熱々ふわふわ。しかもなんか、こっちまで衣の音聞こえてくる。目の前で揚げてたもんね。美味しそうだった。なんかパンあったじゃん。パンに野菜とアジフライバーガーをこうやって挟めば。アジフライバーガー。パンにアジフライバーガー挟んだら。アジフライバーガーが。出来上がるらしい。アジフライバーガーの話をしたかったのに速攻落ちっていうか月末行っちゃって、アジフライバーガーができた。新しい食べ物が、ね、できました。言い間違いがさ、本当なのわざとなのみたいなのあるじゃん。この間書籍のイベント、京都とか東京であってさ、その時にトークもさ1時間ずつぐらいさせていただいてさ、その間もまなみさんは言い間違いやら学び節を発揮しまくってたからさ、あ、こいつ本物だってみんな思った。で、そのあと来てくれた方々もさ、普段の YouTube と同じような掛け合いを聞けてよかったって言っててさ、こういう言い間違いとかも、まなみさんは素なんだなっていうのがこのトークイベントで分かってよかったんで。嫌われてないかな、大丈夫かな。大丈夫、あ、いつものだって。でも無事に成功できてよかったね。ね、本当にありがたいね。来てくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そして応募してくれた皆さんありがとうございました。ありがとうございました。両方ともね、抽選にはなっちゃったからね。で、行きたかったっていうお声もたくさんいただいたから、またなんか別のね機会のイベントとかをね、バスツアーとかね、ああ、いいねいいね、いろいろまた企画していきたいね。京都と東京のイベントも合計で200人以上の方にね、来ていただいて、そのさっき言ったさトークショーもそうだけどさ、お見送り会みたいなのでさ、お一人お一人とちゃんとお話しする時間もあってさ、写真も撮れたしさ、いや楽しかったね。本当あっという間だった。本当に本当にね。でね、お土産とかもさたくさんいただいてさ、なんかチーズのクッキーとかさ、梅干しとかさ、私たちがさ好きなものをさちょっと考えてさ用意してくれたんだなっていうのが伝わってきてさ、マジでいただくすべてがツボだったね。ツボだったってツボじゃないよ。ツボいっぱいもらった。どんな回だよその私お気に入りの写真があるんだけどさ、イベントの、うん、私がさこうやってやってさ、うん、みんなもさこうやってさまなみさんの競争感がすごいやつ、ね、そうそうそう、あれめっちゃお気に入りで、その後にみんなから壺いただいてそれだけ聞くとあれだけどそういただいた者たちが壺で、うん、すごい嬉しくて、そのみんなで拳突き上げてることについては説明なしなのそっか、まだ誤解解けてないから、うん、じゃんけん大会ですご安心ください俺たちがうん、日本全国回って、うん、先々でお土産を買ってきて、そのお土産抽選会ね、うんうん、最初はグーの時のシャッターを押されたからみんなであの写真大好きまたああいうイベントなりバスツアーなりをできるように頑張りましょうね、企画してこう、うんうん、さあ本日も出発しましょう。そうですね、本日も出発しましょう明日も明後日も出発しましょう毎日出発しましょうね人生前に進むのみですからね。そうだね、何度だって出発できる、何度だってやり直せる、それが人生のいいところでございますね。そうだね、早く話を進めてほしいです大涌谷調べたんだけどさ、うん、混みすぎててめっちゃ渋滞してるっぽい。そうなんだよね、夏休みシーズンは大涌谷の道めっちゃ混むから、朝一で行くか終わり際に行くかがコツ。じゃあ私たち今全盛期の大涌谷に突っ込もうとしてる。そうだねホテルチェックアウトしてから行こうと思う人が多いから、うん、ご飯食べ終わってさすぐ出発するという選択肢もありましたが、それは難しいよね。あんないいお宿、うんうん、チェックインとチェックアウトギリギリまでいないともったいないからさ。そうって言って私たちは二度寝を取りましただけどやっぱ旅行系の YouTuber やってるから、うんうん、ホテルのチェックアウト時間の後に行ったら、うん、どれだけ渋滞して、うん、どれだけ後悔することになりますよっていうこともレポすることも大事だから後悔するって言っちゃってんじゃんじゃあね、リアルをお届けしましょうね。そうね、うん、そろそろ渋滞マークが出るあたりですが、もう渋滞ですか。左方向です。せやな、おー楽しみにしてるこれが噂の大涌谷渋滞だ。ああやっと見れた。まだでも夏休み2日目だからね。そうだね、そのピークではないのかなっていう。確かに昨日のさ駅前見た感じでもさ想像よりはいなかったから。そうね、うん、渋滞時駐車場まで1時間以上、ここから1時間以上ってことなのかな。うん、さあ今が11時25分です。駐車場で止められるまでどれくらいかかるのでしょうか。こうご期待。あ、すごいロープウェイが。さっきの渋滞の道を右行ってれば、うん、ロープウェイの駅があってそこに無料駐車場があって、うんうんうん、じゃあ今から行く駐車場はロープウェイ塗らないんだ。そうだね。ほう、そうなのか。11時25分に並び始めて、うん、今11時50分、25分ぐらい並んで半分ぐらいかな、うん、さあ続きをこう動きたいおお、ゆうきさん、前方見てもくもくしてますよ。大涌谷ビューですね、ようやく、ね、すごい。大涌谷の黒卵を食べ尽くそうと思いました。ゆうきさん、やっとここまで来ましたよ。ねえ、あれだね、左に見えてるのが黒卵館だねあなたそんな黒卵好きだったっけなんで今回の旅行そんな黒卵にこだわってんの寿命よ、寿命寿命は大事よ。行ったら食べるからもちろん俺も楽しみにしてるんだけど、そんななんかすごい2024年のメインみたいな感じの扱いされてもそれはそれで困っちゃうお、やっとですよ。平日は2時間500円、うん、土日祝日が2時間1000円だって。なんかすごい匂いがする。確かに温泉の匂いがします。さあ注目の注射ですですね。注目の注射、イエー。なかなかね、こんな毎回毎回注射に注目される人もいないああ、いいハンドルさばきでございますね。なかなかね、素晴らしい注射を本日も見せていただきましたいえいえございますというわけで今が12時14分、まあ、12時15分なので50分。そうだね、渋滞並び始めてから50分で到着しました。ホテル出てちょうど1時間ぐらいだね。そうだね。さあ行きましょう行きましょう行きましょう。やっぱ本当にさっき言った通り、うん、温泉の匂い、ね、火山性のガスとかも出てるから、うん、呼吸器官系がちょっと弱い人は控えてくださいみたいなことも書いてたね。おー、ゆきさん、黒卵がある。もうまなみさんがうるさいから、とりあえずまなみさんに黒卵を食べさせて静かにさせる。黙らせる。口に卵突っ込んでおく。うん。あったかい。なんか私よりゆきさんの方が嬉しそうだな。ね、4個も食べれるかな。ニコニコでしょ、せめて。じゃあどこかで食べますか。うん、この辺で食べましょう。ね。黒卵です。実力で奪い取られた。食べて。あ、真っ黒だね。すごい黒卵。あ、そのまま行くんじゃないよ。ちゃんと皮剥いてね。分かってるわ。すごい、ちょっとお店メニューする。うん。ここで茹で上げてるんだよね。だね。うん。今なんかその卵を実際に茹でてるとこには行けない。うん。けどここで作ってる。じゃあこれで私もご長寿です。健康で長生きしてね。どこかにカツカツって。じゃあ行きますよ。うん。おお、難しい。剥くのが非常に難しいですね。あ、つるっとしてる。美味しそうだね。ね。剥きまして、まなみクッキングのお時間ですね。まず黒卵を1個ご用意します。で、塩を適量かけていきましょう。この塩のね、バランス大事だからね。大事ですから、やっぱ腕が出ますね。腕が出ますね。さあ、こんな感じでいいでしょうか。うん、美味しそう。完成です。黒卵を茹で。いただきます。うん。だいぶ固茹でな感じだね。味はゆで卵。おお、マジで意外。黒卵ってゆで卵の味なんだね。どうやら黒卵はゆで卵らしい。旅って学ぶことが多いね。黒卵感だって。やっとこれたね。ね、念願ですよ。なんかさ、大涌谷の黒卵ってさ、昔寿命7年延びるって書いてなかったっけね。もうなんか今どこにも書いてないね。長寿みたいな書いてるけど。あ、そう、おいら夢の世界にいたんかな。魔女になれると思ったのに。あ、なんか景色がすごい予感がするね。おお、すごい。わあ、すごいね。なんか自然のパワーを感じるね。ね、こういう熱で温泉ができるんだみたいな。目の前に見えてるのがさ、温泉ってこと？温泉が湧いてるところなんじゃない？すごい。温泉レベル100って感じだね。今日泊まったホテルもさ、源泉はもっと暑いはずだから。あ、そうなんだ。それを冷まして40何度に。やっぱ箱根は温泉地って言われるゆえんがここでわかる気がしますね。ねえ。ゆきさん、見て。おー、ロープウェイの駅もある。大きい建物、これ駅なんだね。ね、ロープウェイでもやっぱここまで来れたんだね。箱根ロープウェイ大涌谷駅。おー、なんかさ、今日は車で来たけどさ、次回はロープウェイで来るのもいいかもね。あ、ね、渋滞とかもしないし。そう、あと、ロープウェイで来れば私もゆきさんも飲めるから。何を？黒卵。ヘビ。